はいえー、それではあの皆さんこんばんは、えー、レクセン人工師の海野です。 今日はですねあの生ではこの新宿エルタワー本校から、えー、司法書士の中上級公開講座、えー、といたしまして年明け6ヶ月の学習法、えー、改正法対策トレの使い方というタイトルでですねお話をしてまいりたいと思います、えー、今日はですねあの緊急事態宣言が一都三県並びにその他の地域にも出ているなさなかこの悪の街新宿にわざわざいらしていただいた方もいらっしゃって大変恐縮ではあるんですがかん万全な安全、えー、対策をですね整い た上で生ではこの新宿から配信をしていこうと思います。そして今 YouTube で同時中継でご覧になっている方も多いかと思いますので、その必要に応じましてプレゼンターを使いましてあの映しながら皆さんに情報提供をしていきたいなと思います。一時間弱ほど用意して予定しておりますので、どうぞ最後までお付き合いいただければということです。さあそれではあの年が明けましていよいよ司法書士試験まあついこの間ね終わっていったような気もしないでもないのですが。まあ 例年とよりも短い期間で対策をしなければいけないという特殊な時期ではあり特,特殊な年ではあります。でもう年明け6か月でいよいよもう本試験7月の4日が今年、本試験と予定されていますのでもうあ,のあまり時間が実はないということにもう焦り出してきた方もいらっしゃるんじゃないかと思います。そんな中中今日こういった形でですね中上級の公開講座 本当はのお客様を入れないで、ね、やろうかということも考えていたんですが、まあ、あのなんとか実施できましてよかったなと思っている次第なんですが、えー、それではのいろいろなお話をです、ね、させていただこうと思います。まず 今日はあの配布しておりますというか使用していきますレジュメと呼びますけれどもこちらの年明け6か月の学習法と書かれたですねレジュメを使ってお話をしていこうと思いますでこちらの方を YouTube で聞いてくださっている方はあの画面上を開いていただくかもしくはご自分でプリンターとお持ちの方はプリントアウトするなどしてお手元にご準備ください。ここれに沿う形ですすねお話をしていいと思います さあそれではまずは時期別学習のポイントという総論的なお話からさせていただきます。で今、年が明けまして1月の頭、えー、でも早いものでもえ今日14日ですよねもう2週間が経とうとしております、えー、1月の14日ということで、えー、生戦等連の実力要請編がちょうど生ではこの週末からスタートしていくことになります。 ただ例年と違いまして今年は全6回を予定しているというところになります。例年よりりも半分の回数になっておりますでこれはですねあの期間が短くて問題作成をすることにですねなかなかあの今までと同様のやり方を取ることができなかったという物理的な問題も多いんですけれどもそういった後ろ向きな理由だけではなくてですねむしろ例年よりも3か月短い。この 学習期間の中で年々と同様の回数に縛られてですね12回を固執してしまうともちろん受験生にとってそれが負担になってしまうだろうというような講師の意見を取り入れての回数削減ということになりますですから後ろ向きな消極的な理由で作れないから減らしたではなくてですねその皆さんにとって12回の討論をやることが果たしてい あのベストなのかと言われるとこれはベストではないだろうとむしろアップアップになってしまうだろうというようなことからの、まあ、積極的な理由からの回数削減というふうに考えていただければと思います。でそれをあの の証拠にですね、その証拠にファイナルト練につきましては従来よりも回数を増やしておりますむしろここのところで少し皆さん方例年とは違う,なんていうんですか追い込みをかけていただきたいというふうに我々が考えたからなんですで回数的なことを申し上げますと6回の実力要請に対しまして生鮮トーを第1クール第2クール第3クールとその後の4月以降3クールに分けましてまず生鮮ト練の第1クール クール1回目から4回目のファイナルトーレンが5月の頭までそしてゴールデンウィークなどに全国公開模試1回目を受験していただき そしてて続いてファイナルトーレン第2クールがスタートする5回目から8回目までそして続いて6月の初旬に全国公開の2回目を受験していただくそうしましたらその翌週にスーパー公開模試を最終的に3回目の模試を受けていただくという形でですね、大きく分けまして生鮮トーレンの1回目から4回目これが第1クールで5回目から8回目が第2クールそして本当にラスト23週間の超 直前期のところでスーパー模試を全2回受けていただくあ2回、ね、全2回だから4回か失礼しました4回のトータルの模試を受けていただくというような形で今年この4月以降大きくスケジュールを変えておりますですのであので実力予成のところの回数の削減の点を踏まえてのですね4月以降に関してはこのような変化があるということをまずはご承知おきください。そしてあの この時期のいわゆる学習の大きなポイントについて1ページに書かれてますからご覧になってほしいんですがまず、択一面につきましては1月から3月末の生鮮当連実力要請編の時期に知識のインプットをしていただくことが必要になりますでもちろんあの年内にもインプットをされていらっしゃったと思うんですがそこにプラスをして実力要請で出てきたプラスの論点を追加していただくと。 いわゆるインプットそれまでのインプットが基礎的な内容を中心にしていたのであればこの1月から4月までの実力要請の時期のインプットというのは基礎的な内容はもちろんのことそれにプラスする発展的な内容を当連で仕入れてそれを追加してインプットするというところを目指してほしいんですつまり基礎的な内容は2度目のインプットになりちょっと発展的な内容がここでの初めてのインプットになるというような形で 情報のの差別化ががでできるのが理想ではありますそして4月以降の生鮮トーレファイナル編の第一クールのところに関してはむしろ、えー、基礎的な内容は3度目のインプットで発展的な内容ででそれが4月までのところで実力要請で一度インプットしたものが再度出たのであれば2度目このファイナルトーレの時に初めて発展的な内容に触れたのであれば1度目という形で 要するに年内で、えー、基礎的な内容をインプットしてからの実力要請のところで発展的な内容を初めてインプットしでこれで2階建て構造になってますよねでファイナルトーレン以降になりましたら基礎的な内容がもちろん出てきますからそれで3度目のインプットになりそして実力要請の時に仕入れた発展的な内容は2度目となり でファイナルで初めて出て出きたさらに発展的なな内容は1度目となる、ね。これで3階建て構造になるわけです、えー。基礎の土台に対して実力要請の時期に仕入れた、えー、発展的論点そしてファイナルトーレンで初めて仕入れた発展的論点そうなると基礎的な内容は3度インプットしたことになりますから嫌でも情報の差別化ができていかなければいけない、ねでえー。そして、 この時期になりますと知識を、えー、インプットすることのみならず維持することということにも上を置いていかなければいけませんいわばずっと覚えてられるようにメンテナンスする記憶のメンテナンスですね暗記対策等も含みます、えー、そういったものも取り入れていくことが必要になってくるわけですただ単にこう暗記だけのために時間を費やすなどということが必要になってくるのが4月以降ということですで、えー ファイナルトレーレンの第2クール以降の5月頭以降になりましたらもうあの新しい知識のインプットというのはむしろあえてしないほうがいいこの時期にももちろん公開模試などで新しい知識なんだこれっていうような知らない知識出てくると思うんですがもうあえて入れなくていいです公開模試で初めてぶち当たった新しい知識この時期に入れようとしてもね、もうそれが実は勝負を決めることはないと思ってくださいこの5月の全国公開以降に出てきた知らない知識はむしろ無視。 まあそれがあの自分のお、ある部分を講義聞いていなかったから知らない知識が出てきたっていうんだったらそれ講義聞いてないことによって知らない知識となってしまっていたのであればこのタイミングで講義の知識をですねし習得するのはまあそれは必要だとしても普通に今まで勉強してきたのに知らなかった知識をむしろ入れない方がいい、ね、もうその知識で勝負が決まることはほぼないと。 えー、つまりファイナルの第1クール、えー、1回目から4回目までのところで出てきた知識それだけでもう勝負をしていく方がいいむしろこの時期は知識の維持メンテナンスにウェイトを置いてくださいそして、記述に関しましては、えー、1月以降を通じて、えー、初見の問題を数多くこなすという勉強プラス過去に解いた問題を繰り返すという勉強これを、あのー、両者、えー、きちっとこう。 両方ともやっていかなきゃいけないそのどちらかに偏ってしまってはいけないということになります1月から4月までの初見の問題の解くべき数また4月以降初見の問題はどれぐらい解いていけばいいのかはこの後各論でお話をしていきますさあそれではこの今ですねあのお話これがパンフレットになりますとまあちょっと画面に映していきますが1月から3月の 1>, 1月のところで実力要請が1月から3月、ね、この実力要請が1月から3月、ね、2週間に1度、全6回ということになります、そして4月以降になりますと、ここでちょっと拡大してるんですが、ファイナル編1回目から4回、そして全国公開1回目を5月の頭に、そしてファイナル編の5回から8回、そして全国公開を6月の頭に2回目、でもってそこから1週ごとに、 本当超直前期のこの時期にスーパー公開模試を全二回。今年は模試は全四回ということの実施となっております。さあ、それでは、じゃあ、あの時期別の大きな総論的な話は以上とさせていただきまして。続いて二ページ以降ご覧になっていただきたいと思います。各論のお話ですね。で、各論なんですけれども。まず、一月から三月まで。そして、え、四月から五月中旬まで。そして、五月中旬から、あまあ。 本試験までというふうに大きく分かれているのですが、まずはあの一年明けから三月までの実力養成のシーズンのところでまずはお話をしていこうと思います。さあ、それではえ年明けから三月までの実力養成編え全六回をぜひ受講していただきたいと思います。先ほど申し上げた通り、今回六回にしたのは決してその 片落ちというのではなくて、ね、むしろそれが皆さんにとってベストだというふうに我々が判断したからだとそしてですねあの、えー、リバイバルの問題、えー、というような表記がなされていることを、まあ、ちょっとなんか「えー、新しい新作問題じゃないの?」っていう方は確かにいらっしゃるんですけれどもただあのリバイバルといってもですね問題を組み替えております。あの足の あのま過去に出したことある問題はまんま出してるんでちゃんと足を組み替えてそして、えー、解説の表現も変えておりますななぜかと言いますと改正がねもちろんあのありましたのでその改正を対応して、えー、解説のところで問題は。 元のままでも解説のところで,です、ね、その表現を変えて改正法に対応させたり、ね、あのしているということは申し上げておきますそして何よりも我々講師が責任を持って選びましたで講師が選んだという答弁は実は近年では初めての実施なんですでそれぞれ解説講義を担当する講師が責任を持って全門を選びましたですからあのぜひここをちゃんと解けるようになってほしい、ね、解説講義まで一貫して各講師が担当しておりますのでこれ民法が 根本さん不動産東京が森山さんそして会社消費法が私マイナー科目が佐々木さんでもって記述式の解説は荒川先生荒川さんですねでそれぞれ択一は4人の講師記述は荒川さん1人で解説まで受け持ってもう いわゆる責任の所在がはっきりしましたから我々もえ、ね、あのいつにも増してそのセレクトから気を使い、まあ、今まではセレクトしたということはありませんでしたのでそのセレクトをしっかり責任を持って選ばせていただいてでえ自分が選んだ問題だからこそです、ね、解説にも熱が入るというものでして、ね、ここはもうぜひあのご期待いただきたいなと思います。そして 問題の解きましたら解きっぱなしと言わず、まあ、解説講義を聞いていただいた上で復習をしてほしいと思うのですがここで従来と違う点、えー、実は中上級の講義を取って中上級のパック講義を取ってらっしゃる方の多くが。えー 年明け1月以降もインプット講義が残ってしまっていると思うんです私が担当するじあの実践力パワーアップ講座も3月までインプット講義がございますとなるとえちょうど1月というのは会社消灯法え多くの方がまあ苦手意識を持つえ会社消灯法のインプットを週3コマとかでやりながらさらに実力要請を受けなければいけないという例年にないです、ね、状態が出現しているとこれターゲットを取っていらっしゃる方も同じとなります。でそううなりますと従来のようにね 年内のめどにインプットをある程度め、蹴りつけて、1月以降は東レン中心の勉強をしていきましょう。という状況ではないんです。今年は東レン中心の勉強はしないでください。答弁を受けろと言ってることと矛盾してるかもしれませんが、答練は受けてほしい。受ける価値があるからです。なんですが、答練を勉強の中心に据えて、今まではね。答練が12回あってそれぞれあの。 範囲が設定されていたから次の範囲の部分を先行して勉強してト練を週末に受けて、ね、そして解説講義聞いて復習してでまた次のト練の範囲の部分を先行して、まあ、予,習予習というか復習というか予習してでその上でト練を受けて、ね、そういう予習先行型にするのかいきなり行き当たりばたりで受けてから復習高校型、ね、あの根,本説根本先生の表現でいうとドーピングありかなしかっていうやつね。あの最初に予習して準備を 施してからトーレンを受けるっていうのドーピングなしはいきなりトーレンを受けてからのその1週間かけて復習とその範囲の部分の過去問やら何らやらを後から復習していくドーピングなしコースでそういう勉強を1月から3月どっぷりトーレンと並行して勉強しなさいって言っていたんですがそれは今年やらないでくださいむしろインプットでまだあの終わっていない部分の方をメインにしてほしいんです。 実派であれば実践力であれば会社消灯法またはマイナーで残っちゃってる部分、ね、こういったものがまだ残ってる時期ですですからそちらとトーレンどちらをウエート置くかといったら圧倒的にインプットの方をウエート置いてほしいんですね。でそしてそうなりますと必然的にトーレンというのはあ,のある程度時間が制約されてしまうということになります。で私はの実践力ののののクラスの方にいいつつタイミングでいつ当連やってその、えー 講義の復習と答練とカレンダーを作ってですねこのカレンダー通りにやんなさいというのをもう皆さんにお渡ししてますのでそれを各自ですねあのその通りやってらっしゃる方が多いのでその場合にはそれに従ってほしいのですが、まあ、もしあの実戦力の講義を取っていらっしゃらない、まあ他のインプットの講義の方だったり自分で独学で勉強していらっしゃるという方でやはりインプットがまだ未了の方は、えー、必然的にインプットの方をメインとし 隙間時間を使って討論を受けていくということになろうかと思います。となりますととなりますとですよ、えー、復習方法が問題となってくるんです。その隙間時間にあの討論を受けるということになるとですね、えー、その解説講義は見たとしても解説冊子をその熟読してですね、えー、しっかりと全全話しについて復習していくっていうのは正直無理だと思ってください。 ね、従来であれば全足の復習をしてほしいと申し上げているんですが今年は状況が違いますあの受けました解説講義聞きましたそして間違えた足だけやる間違えた問題間違えた足だけ、えー、復習をしてなんとかもうあの最小の復習時間に抑えていく。 もちろん受験する時間自体はもちろんちゃんと取っていただきたいんですが解説講義を聞いた上でですねさらに自分でやる復習は極力時間を抑えるもう本当に間違えた足だけパパッと復習しておしまいというような形でよろしいかと思います。そしてですね あの講師によりましては私はあの毎年そうしているんですがちょっと他の講師にはどうしているのかちょっと私ははっきりあの把握はしていないんですが、まあ、あの講師によってはどの問題を解説するのかというのをあらかじめ版書などにもしくは解説冊子などにその解,説レジュメか解説レジュメなどにこの問題を解説しますというのをあらかじめ書いておく講師もいると思います。私はそうしてます第何何問目の足の足と 第何何問問目の足のの足、ね、以下の問題を解説しますといわゆるだから「この講義の中で解説する問題と解説する足は、えー、下記の通りです」なんて言って「第何問目の足の「あ」と「足の「い」だけ「第何問目の足の「う」と「足の「え」だけとかって解説する問題と足を私には少なくとも必ず最初に事前に皆さんにあの提供しますのでもう。 自分がその間違えた問題で解説がされる部分だけを聞くっていうようなやり方でもいいと思いますつまり、合っている問題についての解説は飛ばしてしまうと。 もしその前提としてどの問題を解説しますよっていう宣言がない講師がいたとしてもですねその解説講義を聞く過程で第何問目を解説しましょうってもちろん言うじゃないですか講師がで自分の問題冊子見たら第何問目例えば第3問目はでは解説しますって、ね、例えば講師が言って自分の問題冊子3問目見たら合ってたあだったら3問目の解説飛ばしちゃえって言ってであの解説講義を飛ばしてしまってもいいと思いますそうやって解説を聞く時間も節約しつつで解説冊子を長々と読むということもしない。 はい、もう間違えた足をピンポイントで復習するで極力その時間をかけずに、ね、やっていくというようなことを今年はやるべきかなとですから、あのー、マイナーのインプットや、えー、主要4科目のインプットで魅了のものがある場合そちらのほうを優先していくということをぜひ、あのー、徹底してほしいなと思っております。 さあそしてですね記述につきましてはあこの時期どうするかということなんですが記述問題は新作で出題します全六問記述は新作で出題していきますので そこはリバイバルではないんですけれども、記述に関してはあのしっかりと時間を測って、えー、もし自宅受験されるとしてもですね、時間を測ってあの書き上げてほしいね、あの不等法だけやる、小等法だけやるというのはお勧めしません。両方解いてください。えー、そして三時間という時間の間にですね、その記述二問を含めた卓一三十五問、えー、を解くというようなことを、まああの体で時間を覚えるという 訓練にもなりますから、どちらか1問だけというのはあまりお勧めしませんえー2。2、えー。問えまるまる3時間でぜひ特訓練をしてほしい。そしてこのタイミングからも間違いノートを作成し、始める方もいらっしゃると思います。えー、お勧めはあの間違えた。あの。間違いノートどう作るのか？ご自分のその答案を。 スマホでスクショするかもしくはあの自宅受験であればレックに提出する前にコピーを取るかしていただいてですね採点する前のですよ書き上げた直後の自分の答案をスクショしていくかそれともそのコピーを取るかしてで、えー、実際に書き上げたものをレックに提出するとしてもです、ね、コピーを絶対手元に用意してほしいんです、まあ、スクショしたものをプリントアウトするということまでしておいたほうがいいと思う。であの要するに紙媒体で手元にあの 自分の書き上げたものをあの用意してほしいんですよ毎回毎回でそれに対して採点をする採点をする採点をするときに間違えたものに関しては正しく赤く書き直しますよねで正しく赤く書き直す だけのののみならずなんでこの判断を誤ったのか例えば役員の就任年月日を間違えてしまったその就任年月日こう罰をつけて正しい年月日を上に書き込むのみならずこの判断ミスはなぜ起こったのかといいう分析をしてしてほんですで例えば別紙のこの部分を読み誤ったとか実は権利義務になっているのにそれに気が付かなかっただとかねその何ページのこの別紙のここの部分を見てなかったからいけなかったんだっていう反省文含めてですね 間違いを引き起こした原因を探ってその原因も一緒に自分のコピーに赤字で書いていく、まあ、もしくはあの原因の部分に関しては違う色のペンを使ってもいいですねそうやってその分析をしつつ正しい答案に直していくという作業をやってそれをファイリングしていってほしいんですそれでいい間違いノートって言ってもノートを一から作るというよりかは自分の回答をコピーをして。 そこに採点をしたたた上で間違えたきっっかけとなった原因犯人探しをするで犯人を特定してその犯人を自分でその紙に書き込むとでそうするとそれを、ね、書き込むって作業すごいね苦痛なんですよ自分が間違えたことに傷に塩塗ってる作業ですからめちゃくちゃ苦痛なんですけどだからこそ効くんですよそれを二度とやらないようにというね戒めも含めたあのものとしてえあの蓄積されていきます。であの合格者のの方でよくそれををを自分が作ったものを、ね、束になったたもにな間違い帳を合格 捕獲後にそのガイダンスなんかでえちょっと体験談お話ししてもらうときに持ってきてもらったりするんですがまあ皆さんねあの忠実にそれを再現して。で、えー あの例えば同じようなミスを2回目やらかしたら何回前の,あの,、ね、こ,のこの問題と同じミスをまたやってしまったなんて言ってそれとそれをリンクさせたり相互リンクさせたりですねなんあの第何回目のあの問題とほぼ同じミスをまたやらかしたなんて言って両方そこに付箋を張っていったりだとかで自分の傾向をつかんでいって、ね、あのその上であのそういったも間違いを克服していくように仕向けてほしいなと思っているところです。 あとはあの改正法との取り組み方なんですけれどもできればこの3月までのところで中条級のパック講義を取っていらっしゃらない方についてはあの、えー、会社法・消灯法の,です、ね、あの講義改正法の講義を受けていらっしゃらないということになるかと思います。 ちなみにあのパック講義を取ってくださっている方は講義の中で改正法についてはお話をいたします。えー、ですが、そういう大きなパックを取っていらっしゃらない方にちょっとです、ね、こちらの,あのパンフレットのチラシリーフレットのチラシを今ちょっとプレゼンターに映しているんですけれども根本さんが「改正法パーフェクトガイド」というです、ね、改正法だけの,おあの講義を90分かける3回でさらに2月中に、えー、消灯法の通達が出ることが予想されていますので この通達が出ましたら通達フォロー講義を含めた全3回プラスアルファということですね科目は会社法、商灯法そして司法書士法の3科目についての講義を行います。行うこことととなりまししたこれあのウェブでもってて通信講座としてあの 実施をいたししますすこちらをねぜひ受けて欲しいんですただ実力あ実,力,です、ね、実践力パワーアップ講座択一ターゲット、えー、そしてパーフェクトローラーなど大型の中条級インプット講義を取ってらっしゃる方は講義の中で、えー、やりますので特に、えー、どうしても会社保証等法の改正点だけをピックアップしてさらに自分でやりたいという方は止めはしませんけれども、あのー、パック講義を取ってらっしゃる方は基本 結構です取ら、なくてですがそういった講座を取っていらっしゃらない方はねこの実力要請の3月までの間に、ぜひこの改正法パーフェクトガイドおすすめですので受講を前向きにご検討いただければなと思っております。で今回の改正ですねあの 試験後のガイダンスのところでそんなに大きな改正ではないえと言った通りそこに嘘はないんですけどいざ自分でねちょっと私もちょっとあの改正法の解説講義をまあすでにもう初級では行いましてでこのあと中上級の実家でもやっ,やっていくにあたってテキストを直したんですけれどもちょっとねやっぱり厄介なところもありまして。 マジかよよっていうような改正があるんですねちっちゃいんですよっちちっゃいんだけど飛び火してるのですから飛び火しちゃってるのがまあちょっと気持ち悪いなと、えーえー、ここも変わってるのみたいな母株発行で募集事項が変わっちゃうとかね新株借権の登記事項が若干変わるとかその若干っていうのがなんかちょっと気持ち悪くてですねその、まあ、株式交付などというふうに今までなかった新しい制度ができるっていうのであれば、まあ、正面から、ね、はらはらはら あの腹は覚悟してというか、腹覚悟してとかあの覚悟して取り組めるんですけど、そ新しいあの制度についてはいいんですけど、ちょこ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 いろんなところに飛び火するっていうのがやらしくて、ですね、まあ、ここにも影響してるわ、こっちにも影響してるわっていうのが非常にちょっと嫌だなっていうのを実際に勉強してみて、ね、私も、ね、実際に勉強してみて、ちょっと気づいた次第です。となると、自分でやるのはちょっと無理だと思う、自分でやるのは無理なので、少なくともパック講義取ってらっしゃらない方には、この講座をお勧めしたいなと思っております。 そしてあの当連の中では、えー、あえてその改正点を証明ドッカーンって出すというのは正直ないんですというのも先例が出てないから先例が出てないので例えば消灯法の印鑑証明書の話ですとかああいうの先例を待たないと正直わからないんですよ印鑑の届出が任意になりましたというのはそれはもう条文が廃止されるのは分かってますからそれは変わるのは分かってるんですけどじゃあその任意になったことに伴う消灯法の先例への影響というのは正直通達が でないとわからないので、あのもう問題としては実力要請できちゃってますから、その改正点を正面から聞くということはしてきません。ですが、特に会社法等法は私が解説担当ですから、私が、えー、あのやりますからこれはあの、えー、間違いないんですけど、解説講義の中で改正点をお話ししていきます。ここがこう変わりますよってね。解説講義の中では会社法・消灯法の改正点に触れていこうと思います。 ですから、あの、そういった意味でも、実力要請はぜひお勧すすめということになっていきます。さあ、それでは、じゃ、二ページのところに戻っていただきまして、では、実力要請が終わることによって。第一クールがこれで終わっていくわけです。そうしましたら、いよいよ第二クールのですね。まあ、四月以降に入っていくわけなんですが。この。えー。四月以降。怒涛のように、実力要請終了後、ファイナルへ。えー なノンストップでなだれ込んでいってしまう人が非常に多いんですがこれね、本当に気をつけてください、あの強制的に3月と4月頭の間にワンクッションを置きましょう、ワンクッションというのは、まるまる1日でもいいですから、勉強しない日を作ってみてください、その1ページのところ、ちょうど1月から3月までの、えー、実力要請編終わりました。だいたいこれと同時にインプットの あの口座も終わっていくんじゃないかと思います。そうしましたら、なだれのようにね、ファイナル編に、えー、行き着く暇もなく4月以降に突入するのではなく、あえて4月の大大いあの。 1> 第1週のどこかでまたは3月のどこかでとにかく1日でもいいからフルにねまるまる1日使ってオフの日を作ってみてくださいこれはもう怖いとかねそんなふうに言う人いるんですけどそんなね1日勉強しないぐらいで受かるべき人が受からなくなるなんてこと絶対ないです絶対ないそれよりも過去に何十人も見てきているので私は自分の経験を、まあ、あのやっぱりお話ししますと過去にその3月から4月頭に関してノンストップでですね走り えー、続けてしまう人の中に5月のちょうどゴー,ルドゴールデンウィーク明けぐらいです。 えー、だんだんとこう蝕んでくるようなね季節的にも恵まれたあの、えー、新緑の季節というかまあ新緑が過ぎてるかゴールデンウィーク明けぐらいのね、えー、時期になるとプツーンってね切れちゃう切れちゃうんですよ集中力の糸がでつまり人間の集中力ってどんなにあの頑張っても、えー、普通は3か月が限度なんですってだからオリンピック選手の強化合宿は絶対3か月を超えないようになってるなんてどっかで読んだことがあるんですがスポーツトレーナーかなんかが書いてた本だと思うんですが。 その3ヶ月を超えて合宿とかしているとその途端に3ヶ月を超える辺りから怪我がは増えてくるんですってやっぱ集中力が途切れてしまう人間の集中力は持って3ヶ月だだからちょうどそこでワンクッション一旦お休み入れるようなねプログラムにしてるんだというのを読んだことがあってああなるほどなと思ったんです。 でこれねあの真面目な人であればあるほどその3か月間走り抜けてですよそしてそのままノンストップで4月以降行っちゃうんですよで根性がありますから皆さん5月ぐらいまでは持つんですね、普通3か月しか持たないところを4か月間持つんですよ。ところがやっぱり周囲があったかくなってきてです、ねまあ今年はコロナの影響でどうだかわかりませんけど、ね、周りが華やいで、えー、それこそ、ねあのね、半袖になろうかというような季節になってくるとプッツーンとねもう今まで張り詰めていた糸が切れてしまう。 でもやる気がなくなって、まあ、オリンピック選手だったら怪我が増える、ね、我々だと集中力がなくなる、ね、なくなってやる気がなくなりやる気がなくなるから勉強時間もおの取れなくなって成績も落ちるっていう悪循環に陥ってしまうでそうするともうあの自分が、えー、焦って焦ってですねさらなる空回りをしてしまうなんて人今まで何十人も見てきました大体そういうような質問があ増えてくるのがゴールデンウィークぐらいからなんですでそういう質問をしてくる人に私必ず聞くことは「君さんまつに休まなかったでしょ」って。

十中八九というかもうほぼ100%、はい、休んでませんだって怖くて一日でも勉強しないと後退しちゃうように思って、ね、なんて皆さん言うんですよでもその結果はこれでよ、今っていうことをね言うとあやっぱり休んだ方が良かったんですねじゃあどうすればいいですかって言ってもちろんそうなったらそうなったらちゃんとアドバイスありますからもしそうなっちゃった人がいらっしゃったら、まあ、質問ねその頃にしてほしいっていうかそうならないように今私のアドバイスをぜひ聞いてほしいんですが3月、4月頭に一日休みましょう。1日もはいお疲れさん3月 までよく頑張りましたということで一日まるまる休むぐらいの、ね、やっぱ勇気を持ってほしいしそれによってその後またリスタートを切る元気が生まれるんです。 本当に1日でも違いますよ。でね、怖い勉強しないということを後ろめたいと思うんだったら朝から酒でも飲んじゃえばいいんですよ、もうそ,のもうそれぐらいの、ね、つもりでもう強制的に休むでも朝から酒飲んじゃったらもう絶対その日勉強できませんからそうやって、まあ、ちょっといい気持ちになってですね、まあ、ちょっとそのスイーツ食べ放題行ってくるとか、まあ、その時、緊急事態宣言が解除されていることを祈りますけれどもその例えば、1日家族サービスでね。あの えー、家族と一緒にのんびり過ごすとか、まあ、それこそ、えー、散歩行ってちょっと遠出してみる日帰り温泉行ってくる、ね、そういったようなところで少し羽を伸ばして次からの4月以降の第二クールの英気を養う、ね、ぜひそれやってみてください本当にねこういう勉強外のアドバイスが意外や意外ものすごく効いてくるというのは合格者のあ声を聞いてると本当にあの時先生に言われた通り一日休んでねよかったっていう声今年もいただきました、ね、そこであの、まあ、その方は去年それで失敗した人だったんですが去年では一昨年か一昨年それで まさに5月に糸切れちゃってシュル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 でもうその後ももう先細りになっちゃったっていうおととしの心配をまああの去年のアドバイスでじゃあとにかく4月の頭に一日休もうってその人に関しては一日と言わず3日ぐらい休めって言ったんですがまあ本人は2日しか休まなかったそうですがでもその後ねやっぱね気分爽快で4月以降ものすごく気持ちよくまああの。 スタートが切れたとね。だけどまあその後また延長になっちゃって、またその後に伊藤っていろ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 山あったんですけど、でもうまくその山をね越えて、えー、去年合格を勝ち取った方からのまあ声です。ですからちょっとねこれをあの記憶に留めておいていただきたいなと、えー、思います。じゃあ二ページのところの続いて（カッ三）四月から五月の、えー、まあ。 ごめんなさい5月の中旬そう、ね、あの第2クールのファイナルトーレンの、まあ、ファイナルトーレンはさらに第1クール第2クールに分かれるんですがファイナルの全8回の時期。 のことだと思ってくださいあの先ほど言ったあのファイナルは今回前半戦と後半戦の第二クールに分かれてるんですがここでいう括弧3の4月から5月あ下旬までって書いてもよかったかな5月下旬までの方がよかったかごめんなさい5月中旬になっちゃってるけど要するにファイナル全8回の時期のお話ですファイナル全8回の時期、ね、でそれは前半が1回から4回で全国公開挟んでからの5回から8回、ね、までのおことを指していると思ってくださいさあこの時期にファイナル編を10 こうしていくことがもちろん中心になっていきますそしてその復習および不足知識の最後のインプットをしていただくことができる時期というのは先ほどお話をした通りりこの時期になりましたらもうインプットは終わっていてほしいというか終わってなきゃいけないだからこの時期まで大型の中上級パック講座を取ってらっしゃる方でもう少なくともインプットは終わってるはずなので基本的にはもうここからインプットよりもアウトプットの方に舵を取ってほしい時期です。 で先ほど言ったそのインプットはこのファイナルで出てきた知らない知識のインプットという意味ですで当然、えー、基礎知識も出てきますから基礎知識についても、まあ、3度目のインプットですか年内のインプット1月から3月の実力要請の時のインプットファイナル以降のインプットで基礎知識は3度目のインプットになるで実力要請で初めて出た知識でファイナルでももう1回出たっていうんだったら2度目のインプット。 実力要請で出ずにファイナルで初めて出たんだったら1度目のインプットという形で基礎は3度目のインプット実力要請とファイナル2度出たものは2度目のインプットファイナルで初めて出たものは1度目のインプットということで基礎知識とそうでない発展知識少なくとも2階建て場合によっちゃ3階建ての差別がここできちっと あのできていることとが理想的とそのためには基礎知識を復習せずに発展的なものだけ復習するというやり方をしたら絶対ダメなんですよ、ね、絶対ダメなんですですからファイナルの復習方法は全足やってくださいファイナルの復習方法は全足やるですで基礎知識合ってた基礎知識をやらないとなると3度目のインプットができなくなっちゃうんですよだから1度目年内2度目実力要請3度目ファイナルのこの時期ね 基礎知識は三回インプットをするからこそギュッと押し固まるんです。そのためには間違えた足のみの復習ではいけません。全足の復習をやってほしい。三、そして三ページのところ、卓一アウトプットを繰り返す勉強方法を四月から取り入れていくことが必要になります。で、これはまたあのどうなる今年の本試験などの三月中旬から下旬の時期の。 中上級者向けガイナンスのところでしっかりお話をしますけれども、まあ、過去問であれば大体10年分プラスアルファぐらいの問題数に絞り込んでそれを1日複数科目できれば6科目6科目というイメージですね民法だけは毎日やってそれ以外の10科目を5科目5科目で2日で全科目に触れていくようなそういった勉強をしていくのが理想的だと私はいつもアドバイスしております。でこののののの時期ににスタートしてくるのがが、まあ、直前一過去問絞り込み講座なんですがそのお話はまた今度の別の機会に お話をいたします。まあ、いずれにせよアウトプットを繰り返していく、繰り返す問題はあ過去問というのがベストではあるんですけれども、まあ当連の問題、えー、というものを使う方も中にはいらっしゃいます。まあ、それはあのどういう方がどういう問題を使えばいいのかまたその、えー、3月のガイダンスでお話ししましょう。さあそして上記と並行して先ほど言った通り記憶のメンテナンス維持、えー、暗記の時間を作っていくことが必要になります。でこの暗記作業、えー、皆さん。 あの軽視している方多いんですけど。 今年ってかさっきまで報告してくださった合格者のまあ実践力受けて二回目で受かったそれも一桁合格で受かったあの方なんですけれどもその A4 のコピー用紙あれ五百枚で文房具屋さんとかに売ってますよね A4 のコピー用紙五百枚その表裏にひたすら覚えたい図表を全部書いてた全部書きなさいってい私は言ったからなんですが例えば株券提供広告必要である場合の一覧表とかすごいのはもうびっくりしたのはあの反対株主の株式買取請求 についててのの要件の図表ってあるじゃないですかあれを全部真っ白い紙に全部一から書くとか少、えー、数株主権を全部一から書く閲覧当社請求の要件を全部書くとかいうことを特に会社法などで,で、えー、A4 のコピー用紙に表裏にびっちりちっちゃい字の方だったんでびっちり書いてその500枚のコピー用紙に何袋使ったと思います ?3 袋ですってあのそれも4月以降から。 だから4月以降去年はあの延長されてましたので4月からで約まあ5か月間ぐらいの間に500枚のコピー用紙 A4 表裏のかけるサンプルだから1,500枚1,500枚の紙の表裏にびっちりですね暗記したい図表をひたすら書いてたて、ね、でそのひたすら書くっていうですね作業を勉強に取り入れたことによって、まあ、あの完璧なあの知識をある意味会社法などでまあ 威力を発揮したとというふうなことでね言ってましたのでそういう本当にだかかな何てんでしょう見てらは覚えるなんてそんなのねもう幻ですあの幻想です見てたって覚えませんよでねあの先生覚えられないんですって。 覚える努力してるっていう話なんですで。見てたって覚えられない。覚えるための、もうそれ、そこまでのね、血の滲むような努力というのはやっぱりやってほしい。そのためには、と、えー、時間がやはりものを言うということは、えー。正直4月以降、ある程度勉強時間をかけていかなきゃいけないというのはね、こう致し方ないことなのかなと。で、そして記述につきましては、先ほど申し上げた通り。 あの初見の問題というのをですね、えー、こちらのお解いていってほしいんですが4月以降になりましたら初見の問題は少なくとも1週間に、えー、最低1問ずつで,できれば、ここに書いてあるとり2問ずつの初見の問題を解けるような環境が実は欲しいんですで、えー、その2問どこから持ってくるかというと例えば記述の過去問、えー、そして、あのー、なんだ、えー、もちろんファイナルとかの当連の問題 それからあとは「太郎と花子」に代表されるようなレックの,そのオプションとしての「記術講座」こういったものプラスあとその新作問題が少ないという問題に答えるためにですねこちらの今日 生で見てくださっている方には先ほどの改正法パーフェクト講座の裏側に載ってるんですが荒川さんが本試験傾向を踏まえた問題を数多くトーク講座というのを今回新たにあの担当してくださるようになったそうです。 でえー、こちら30分かける8ユニットでこれ一応新作問題だそうです。あの記述の過去問や、えー、ト連の問題をあのかなり大胆にアレンジして新作のと言っていいでしょうだからやったことがない問題という形で、えー、何台出すのかちょっと伺ってないのではっきり申し上げませんが30分かける8ユニットという形で,です、ね、問題を数多く解く講座というものをあの急遽実施してくださるようになったそうですからこういったものも利用してとにかく1週間に 問問ずつのの新作問題といいいうのを、ね、ぜひあの入れてたただきたいなと例えばだから週末に1問ずつ解いて週の中日、水曜日は不登法の新作木曜日は消登法の新作とか、ねえー、そういう,ような形で時間を計って初見の問題にあの取り組むということを4月からはやっていってほしいでそれ以外の日に関してはすでに解いたことある問題を繰り返すか単純にひな形だけを暗記する時間に当てていただくといいんじゃないかなと思います。でその雛形ですけれども これもあの毎年言ってますけど平形を笑う人に合格者いませんからねこ。れこれを… これででご飯食べてるんですよ我々はそれこそ本当に私もこの間あの久々にやりましたけどあの法務局で書面申請珍しく書面申請しようと思ってうわっと確認したらうわしまったこれ名縁入ってんじゃん名縁必要じゃんなんていうことがもうそれこそ、ね、お恥ずかしい話ちょっとねあの名縁でも斎藤さんの才能次間違えないな斎藤さんの才能次をちょっとあの最近老眼なのかなと思うんですが斉斎藤さんの才能字って用書士の本職だったらみんなあの、ね、どんだけあの気をつけてみなきゃいけないかなってのはそんな常識中のもう基礎中の基礎なのに あの時私、なななんんんかかかね目がかすんでたんだか,か知らないんですけど斎藤さんの才の字ちょっと見,見,見誤ってたんですよでも慌ててその場であの名変の申請書を手書きで書きましたよ久々にあの名変の申請書を手書きで書いてです、ね、おおひな形書いてるわみたいな思いながらでももちろんそれ何も見なかったって書けるわけですもちろんねあの補正もされずにちゃんとうまく通りましたけど、まあ、その場ですぐあの、えー、気がついたんでねあのただ恥ずかしいななんて思いながらでもこういう恥ずかしい、えー、あの 思うよねあ,のある程度やっぱりこう披露するのも必要かと思ってツイッターに上げたら「いや先生それはちょっとまずいよ」みたいなこと言われちゃって「やっぱそうか」やっぱこれはちょっと超恥ずかしい類のミスだな,なて」てでもまあ一応補正にもならずに事前に気づいたんでね、まあ、自分ではよしと思ってるんですが、まあ、で何言いたいかというとその本職であればねその場でひな形を速攻法務局の,あのカウンターの えー、机のところで白い紙さえ持ってればね書くなんてことはできるんですよでそうやって私たちその何も原材料がいらない自分の頭だけで食ってるんですなんて司法書士って本当に費用対効果いいんだろうなっていうふうによく思いますよ頭の中の知識だけで報酬頂い,いてるてね。て 何か在庫商品あ原材料を買って加工して売るとで原材料に当たるものがないんですないまあもちろん紙とかインクとか言いますけどそんなの高が知れてますから本当にそういった意味ではあの雛形で飯食ってるとだったらその雛形をちゃんと覚えなくてどうすんのっていううろ覚えの箇所は徹底的にぜひ潰してほしいと思います そしてですね、えー、続いて、このファイナルの時期が終わりましたらいよいよ、まあ、5月中旬というか5月下旬だな5月下旬から本試験まで要するに本当に超直前期の時期のお話になります超直前期になりますと卓越アウトプットを繰り返す勉強をメインとしてくださいこの時期になりますともうスーパー公開もし2回ぐらいしか模試が出てきませんで、えー、この時期はもはや先ほど言いました初見の知識は絶対頭に入れない。ね 初めて出てきたあのあの中で初めて知った知識、ねえー、そういったものは一切もあのインプットをせずにもう避けて避けて避けまくるそんなのねあの使わなくたって消去法でできますからだからもう新しい知識を入れることをやめてひたすらもう暗記並びにアウトプット中心に徹してほしいと思います。で またこの時期は先ほど同様、ね、2日で全科目触れるというような勉強を続けていってほしいのでその多くの科目を1日で取り組むというで1科目だけしか1日やらないとか、ね、その1週間ひたすら民法だけやっているとか。 で民法が終わったら次、不当法をひたすら1週間やって次、会社法1週間やってショート法1週間やってでマイナー科目を1週間やってで6週間ぶりにまた民法に戻ってくるみたいな絶対やめてくださいその複数科目を、えー、とにかくたくさん、ね、1, 1科目あたりの時間はぐんと抑えて構いませんから複数科目を取り組むという勉強が絶対に長直前期には必要そして絶対に間違えた問題のみまたは苦手な科目のみに偏らないでください。 これ、ね、苦手なあ問題ないしは苦手な科目のみに集中しちゃうでしょそうするとそれは克服できんですよ皆さん真面目だから、えー、本試験の時には克服できてるところが悲しいかな大丈夫だと思ってた知識が大丈夫じゃなくなってしまうんですその大丈夫じゃなくななくっていいることに本人は気づかないんです。 これね本当に人間の脳って面白いんですってこれはあの茂木先生の本で見たんですけども人間というのはその覚えてるっていうことは覚えてるんですって要するにだから民法は大丈夫っていうことは覚えてるんですって自分はもうねある程度合格レベルまでいったから大丈夫だってことは覚えてるところが肝心な知識が大丈夫じゃなくなってることに気が付かないそうすると大丈夫だと思っていたはずの知識でもって本試験当日固まるんですよ。 だから第四問目の正答率が異常に悪いんです。まあ今年はそうじゃなかったんですけど、第四問目あれ、えー。民法の四問目だ、民法の一問目にあたりますから、当然民法を総則のところからの出題ですよ。ね、下手すら制限行為能力者とか。えー、それからなんだ、あの胎児だとか、えー、い意,意思表示とかね。あの、錯誤取り消しとか、詐欺取り消しとか、で、少なくとも苦手な分野なんていう。 ところじゃないじゃゃなないいですかにもかかわらず多くの中,中級者が4問目を落とすすんですよなんで未成年者を落とすかねっていうようなことをなんか説教したことが昔ありますけどそれ結局いや大丈夫だと思ったんですよねっていうんで皆さんでつまり未成年者あ楽勝と思って解き始めるでしょところが最近全くやってなかったもんですから肝心な知識が大丈夫じゃなくなっていて。 あのそれこそ、えー、法廷代理人の同意がなくして行った取り消しは取り消すことができる、○!とって <laughs> そ、そんな1年目の受験生だって間違えないよ、そんなのなんていうのを間違えてしまう、そういったあの弊害が起こりますから、絶対に間違えた問題のみの学習に例えらず、大丈夫だと思っているものもコンスタントにやってください、ね、特に民法なんていうのは、一番足が速いですからね、賞味期限が早いのは民法の特徴です。ですから、もう民法大丈夫だと思ってもね、ねこれでもか、これでもかと、ね、いうふうに繰り返してほしい。 さあそして記述についてはあの1週間に2問ずつの新作を解くというのはこれは先ほどのとのと同じとなります。ただ、圧倒的にもあの記述の新作が底をついてくる時期だと思いますからとにかくコンスタントにその解くということが重要。 ファイナルトーレンの時期にはちゃんと1週間に2問ずつ解けたんだけどそこついちゃって超,超直前の3週間4週間のところでは実は週1問がやっとだったみたいなそれダメなんですねだからコンスタントに問題を解いていくことができるようにある程度問題を集めていくでそのためにはその他者の模試などを積極的に受けるということもありだと思います。ただ、 択一は受けなくていいだから成績処理ちょっとされないかもしれないんですけど択一はねあの他者の模試をその受けることによってやはりどうしてもテキストとも違いますから何これっていう知識がねやっぱりある程度レックの模試よりも多くなってしまうことが予想されるんですね。さっき言った通りこの時期に新しい知識に振り回されたくないので,で覚えなくていいと聞いていても不安になっちゃうんですよ新しい知識がこんなにも出ちゃうと。何の自分自分だけなの,だけなのかな知らないのっていうふうになってで先生は 抑えるなっっって言ったけどやっぱり覚えようなんてて言って覚えることになるとさっき言った、ね、基礎知識をやる時間がなくなってで新しい知識ばっかり飛びついちゃって、えー、なんていうことになりかねないんです。ですからちょっとお金もったいないかなと思いもするんですけど、まあ、他社の模試なんかを利用するんであればね記述問題をお金で買うというような発想もあっていいのかなと私はそうしました。私はあの 他社の模試、ひたすら全部受けたんですけど受けたというか、取ったんですけども、記述だけ、でもう答案提出しないでね、採点してもらえませんでしたけど、もう記述をお金で買うんだという、ね、発想で、なんかあの他社の模試を受けた記憶がありますので、そういったものもあっていいのかなと、そしてあと、記述の過去問等をやってないものがあればね、ここで最終的にまあ消化していくということが必要になってくるかと思います。 さあそれでは今、あの時期別のポイントをひととり半年間の、ね、お話をさせていただいたんですが、えーまあ、こういったご時世ですから非常に不安になったりい,いつもと違ういろいろな、ね、状況にあの振り回されていらっしゃる方も多くいると思います。ですがあの半年間の,です、ね、あの時間というのは長いよう、ね、で短いもうそれを裏付けるように、ね、もうあとお6ヶ月を現実には切っているわけですから。で あこの間なんかお正月おめでとうございますって言ったのにあれもう2週間経ってるしなんていうのもね日,付日,日にちがあの過ぎるのは早いなと皆さんも感じてらっしゃると思いますですからうかうかとしてられませんのでぜひねちゃんと戦略的にあのやるべきことをやりやってはいけないことをやらないというねそこの点をしっかりと確認していただきたいと思います。そのの上でででちょっっととすねあの今回こうういったあのいたつもと違う状況なので少しあの 皆さん方への提案するまあオプション講義なども少し例年とはか変わっておりますちょっとそれを最後にご紹介させていただいて終了したいんですが先ほど言いました改正法パーフェクトガイドと荒川さんの本試験傾向を踏まえた問題を数多く解く講座についてはご紹介しましたのでそれ以外のところのご紹介させていただくと例年ですとですね、あのー、あまりに大まっぴらに、あのー、皆さんにお ご披露しなかったんですが今回は改正法があるということでその実践力パワーアップ講座に関しては単価販売をいたします科目別受講特に会社法と当消灯法,か会社法と消灯法に需要があるのではないかと思いましてちょっと今日生で見てくださっている方には単価、科目別で申し込みの受講料の一覧表をお渡ししています。で会社法,消灯法に関してはは今年実践力は テキストはすべて改正対応そして講義も改正対応になってていますそして肝心な過去問が改正対応していない点につきましては毎度毎度の講義でどの過去問何ページの足の何番が改正によってどう変わるのかという、ね、改正法対応の過去問のコメントを毎度していきたいと思います。だからでで出すすと思うんですけれども 第何問目の足の「あ」が丸から×に変わりますよ解説はこう変わりますよっていうのを毎度毎度皆さんに提供していきますので、えー、少なくとも実戦力の会社法法は改正法対応していいるということは申し上げておきますでこういったものもご選んでいただけますしさらにですねその、えー、オリジナル問題が少ないというお声を受けましてその先ほど言った 根本さんの講座と同様不動産投機の記述強化講,講義編。こ、え、こ、ー、これこれこれ、あのー これパンフレット、こういうパンフレットがあるんですが、択一式、記述式対策講座、もしお手元に持ってらっしゃらない方も多いでしょうから、画面で写していきますけれども、レック等に資料請求していただければ、お渡しできます。ここちらののののページのととろに不動産登記の記述述強化講義編というですねあの記述の 演習としてても使っていただける荻原さんが講義しますからもうバリバリの実務家ですから実務家目線でもってですね全4回の不動産登記限定ですけれどもえ講義形式なんですが問題演習としても使えますというね講座も用意しておりますああとはあの <laughs> 根本さんが実施します技術力メンテナンス講座。 えというような一回三十分かける十ユニットねオーソドックスなこれはあの、えー、オーソドックスな問題を使っていくのでその新作の問題をバンバン解くというわけではないんですけれども記述のどうも苦手だという方はですねこういった講座もご用意しておりますのでまあ必要に応じていつもよりもオプションを増やして特に記述の方を充実させております、えー、我々ももうねちょっとその記述で皆さんが悩んでいる姿をよく拝見していますのでね何とかこう、えー 記述を克服していただきたいって記述絶対克服できますよ記述記述って言ってる人いるんですけど記述はねもうある意味あのー 絶対に解けるようになりますね。記述はもうとにかく雛形を覚えて卓一を完成させて、あとはそこに爆髪を踏むっていうね要素が加われば絶対に克服していくことができますから、もう無用にあのなんつ恐れないでほしいですねで。怖い怖いと思っているとまああの萎縮してしまいますから、とにかく記述の怖さは記述を解くことによってしか解決しないね。記述えやってやるわね。もう本試験何が来たって大丈夫だっていうぐらいになったらもう閉めたもんです。もうねある程度の爆髪をこなして きますと前者2つが揃ってですよ「ひな型を覚えました」「卓一完成しました」そこに場数を踏むっていうねその場数をある程度踏むと達観してきますもうね今まで技術怖い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 って言ってた人がもう問題数でもってその、えー、怖さ、えー、をね克服していくでもある日突然っていうような、えー、そういったあのいきなりではないいきなりやってくるもんではないんですけどもうねある程度の数解くとなんていうんでしょうもう。もう どうにでもなれよっていう、まあ、ちょっと投げやりない、うん、い言い方じゃなくてですねそのもうこんなにやったんだからこんだけ解いたんだからもう本試験で逆に私が解けなきゃみんな解けないその領域まで来たらもう閉めたもんですえ私もなんかそういう域に達した記憶がありますでもう私も苦手だったので記述がやっぱり、えー、怖い面があってこれ怖い怖いって言って,言ってるうちはダメだなと量で勝負しよう量で勝負して勝負してある時ふとあれ最近記述怖くないない っていう,ふうに思ったのがまあ兆しでしてそれからねやっぱりまだまだどんどんさ,さらに爆発ず踏んでいったらもう本当にある意味もううなんでしょう、えー、私ができないのはみんなできない、ね、もう何が来てもやってやらうぐらいの感じになってきましたで本試験で本当に私はやらかしたんですけどね本当にやらかしたんですけど本当にやらかしてしまってまあ大失敗したんですけどでその後と解、えー、答速報会で先生に食ってかかってですね当時のレックの講師に私これか間違えたんですけどえー 大丈夫でしょうかとかって回答疎開で講師に直接質問したらね先生がいやーそこ間違えちゃうとった大量失点だからねちょっと難しいかねって言われたにもかかわらずいや私ができないんだったらみんなできないって <laughs> 若,若いって恐ろしいなと思うんですけど、まあ、よくそんな自信があったなと今にして恥ずかしく思うんですが、まあ、そういうふうな、ね、逆になんて言うでしょういや私ができなかったんだから <laughs> みんなできてないよきっとなんていうふうに、ねまあ、当時はインターネットなんかなかったですから情報共有なんてできなかったので他の人がどれくらい書いてるか、まあ、分からなかったんです それで更に私の若かったすごい、えー、あの過去っていうのはそのあと全く勉強せずに合格発表を迎える。 受かってる気し、かなかったからですですまあ案のを、えー、開けてみたらみんな間違えていてそこは全然あのなんでしょう影響しない点で、まあ、私はそれで受かることができたんですが、まあ、そこぐらいまでいけばねもうあの閉めたもんだと思いますよ。えーまあ、私は生意気なそ,れこそ、まあ、若かったって、ね、すごいことだなっていうふうにあの、えー、今にしては思うんですけども、まあぜひ、ね、ね記述が怖いと言っている方にはそれぐらいまでやりましょうというアドバイスをさせていただこうと思います。さあそれではではすねあの、えー 時間がもうすぐ参りますので私からの話は一旦ここで終了させていただきまして今日生で聞いてくださっている方のみで恐縮なんですがこのあと個別相談等のお時間を安全を配慮した上えで取らせていただこうと思います YouTube でご覧になっている方はここまでとなりますので皆さんではご清聴どうもありがとうございましたじゃあ以上にて終了させていただきます